ガールストークはい、行きましょう。あれガールストークはい、行きましょう。行きましょうか、行きましょう。栃木県の夏美さん。夏美さん。私はこの前、ちょっと仲良くなった男子から映画に誘われました。うん、いきなりでびっくりしたけど、断る理由もなかったので、二人で映画を見に行きました。うん、私は一緒に映画に行くのは、付き合ってからというイメージがあったんですが、うん、男の人は普通の女友達を映画に誘ったりするものなんですかなるほど。どうですか、<画>感覚的には。うーん。見る作品によるかな。 二人ででも映画行くってまあいい感じの関係じゃないデートデートだよねデートだねそうだね映画ってちょっとカラオケ行くとかじゃないよねうんつうかな二人でカラオケもまあまあそうだけどなんだろうなデートだよねデートだよねだから付き合ってないにしてもデートだよねちょっと好意がないとそうそうお互いにいい感じのあれで行く感じだよねだから行っっったてここととは逆にちょう まあそこそこ気あるっていう意味でいくんじゃないの男の人は普通に女友達を画に誘ったりするものですか？まあだからこの男の子は夏美ちゃんのことをちょっといいと思ってるんじゃないの、うんうん、じゃないとねだから、ねうん、僕ら男の見解としてはそんな感じですけど愛知県のちきちきユミカさん。ユミカさんはい 以前友達とクラスメイトの男子で将来一番イケてる男性になるのはということについて語ったことがありますと。うん、50代くらいになってからの同作会の話です。うん、結論的には今イケメンな人がそのままダンディになるということで固まったのですが、うん、意外と今残念でも、 老けたらダンディーになるかもという意見も出ましたメンバーから見てニュースが約20年後一番ダンディーなのは誰だと思いますが個人的にはシゲが一番いいおじさんになっていそうな気がしますうるせえうるせえ次。マスオコじゃねえからまあ20年後でしょうマス47歳小山さん50歳シゲは80ぐらいなったの一人早いんだ 俺ね手越しとかはダンディーな感じ見えないな、うん、でも俺わかんないけどまっすーが例えば47になって、うん、まあ軽くひおひげが生えてて、うん、だったら結構ダンディーなイメージあるけどな,なんかシゲはもうなんかイメージ通りな感じがする変わんなそうだよね<う>シゲはね意外とこうキュートなイメージのまっすーがあダンディーにいったなっていう変化が見えるのはまっすーな気がするけど、うん、俺も変わんねえと思うんだよな、うん こういのだって変わってないもんね。変わってないよね。うん、顔だって本当高校生の時は変わってない全然、うん、変わってない。<laughs> 雰囲気と髪型変わってくらいでしょ。本当変わってない。うん、まあだからほら、入ったのが遅かったから、ちょっと顔も成長しててから入ってるからね。うん、変化の時期にいないじゃんジャねー事務所に俺は。そうか、シギは伸びしろの時に入った。そうそうそう。一番伸びしろの時に入ったからって。<laughs> そ,うそうそうそう。ちょっと間延びしてるって言ってる、ね。間伸びしてる。まあね。うん なるほどねでも TOKIO さ V6 さんには40歳オーバーの方もそれはもちろんいらっしゃいますもんねそうかそうかでもそう思うとやっぱさジャニーズ事務所の方ってやっぱ若いよ若いしかっこいいんだね成長していくとともにかっこよくなってくってやっぱすごいよね色気がよりなんか出るというかさそれはダンディーなのかなもしかするとまあね僕らもそんな先輩みたいになれるようにやっていきたいなと思います頑張ります以上ガールズトークのコーナーでした